平岡人氏は、幕末の旗本、静岡藩士、明治時代の管理、維新後は四郎、退官後は純倉と改名した。文久二年十二月、書院版、公部書法術教授方出役より、不評頭並みに転じ、文久三年五月、京都に派遣され、慶応元年四月、同地で不評頭並みに進んだ。慶応三年一月、京都在勤中に、 大阪西町奉行に任じ、同月中に辞任した。数ヶ月よりいにあって、同年8月に目付に任じ、泉守を称した。同年10月、外国奉行に転じ、明治元年2月、環状奉行に進み、くじ方、勝手方も務めた。王政復興後は引き続き徳川家に仕え、小栗正康と共に、環状頭を務めた。明治2年環状組頭。 渋沢栄一の商社設立の権限を入れ、静岡高山町に日本初の株式会社である商法会社を設立した。廃藩置県後は静岡県検証参事を経て明治4年11月、宇和島県参事に任じた。後、東京府浅草区に移って米国省に転身するものの、静岡に陰性していた徳川義信の家政にも携わっていた。 明治26年渋沢によって、吉野部の電気作成が発案されると、吉野部と相談して、没後期間を置いてから発表することを条件に、了承している。明治29年8月7日没。去年62。墓所は、台東区、池の旗の小教寺で、横長の墓石正面に、平岡市類大の墓とあり、裏面に、吉野林田営残荘春古寺という戒名を刻む。 ありがとうございます。